ジェネシス・パナビジョン・ジェネシスとは、パナビジョンの最上位デジタル式映画カメラである。35mm フィルム幅で1.78、1の縦横比で12.4メガガソの RGB の CCD を使用する。ブライアン・シンガー監督のスーパーマン・リターンズで使用され、第一次世界大戦を題材にした映画フライボーイズでも使用された。ソニーのシニー・ウルタ h d 9 0 f で、 使用された2、33枚式 CCD 撮像システムとは異なり、ジェネシスは従来のスーパー35フィルムフォーマットと同じ画角の単版式の12.4メガガソの CCD を使用している。パナビジョン化されたシニーウルタは従来のパナビジョンの既存の 35mm 映画用レンズを使用せず、異なる非社会深度特性を有する。大半の銀塩写真用に設計された、 写真用レンズは3番式 CCD ビデオカメラに取り付けて使用することはできない。3色に分光するプリズムブロックがレンズの後端に接触する事例が多いからである。プリズムによる光学収差によって画質が劣化する事例がある。また、2.3インチの撮像素子では画角や被写界深度が異なるためボケ味が異なり従来の 35mm 用の レンズよりも 16mm 用に被写界深度が似てくる。パナビジョンはこの問題に対処するために映画用レンズとビデオカメラの間に広角アダプターを使用することによって解決を試みたが満足する結果は得られなかった。ソニーのハドカムカメラを使用する大半の制作会社では、ザイス、アンジーン、キャノン、またはフジノン製のレンズが使用される。独自に デジタル化に挑戦したが単独では無理だったので、ソニーの協力を得て実現した。供給は、パナビジョンから行う。360マウント上に据え付けられた、ジェネシス・ジェネシスは1240万画素の CCD 撮像素子を使用して5760、X2160 画素で水平方向に RGB のフィルターがかけられている。 垂直解像度は 1080i でそのため、最終出力での解像度は 1920x1080 で2キロフィルムスキャンの約に3の解像度である。撮像素子は HDTV- 型の16、9の縦横比でスーパー35のサイズに似ている。実際に使用される CCD の撮像面積は930イン、X523 インである。 これはパナビジョンの球面 35mm 映画レンズを使用できるようにした画期的な製品である。ジェネシスの主な撮像モジュールはソニー製であるものの両者の関係は不明確であり、2004年にはソニーが2000年に購入した8%の株式を買い戻して提携は解消された。ジェネシスは4、4。 4同様に通常の HD とは異なる対数色空間の独自仕様のパネラグ色空間で記録することができる。濃淡曲線は映画制作会社で使用されるシニアン対数、フォーマットとは異なるが、通常のビデオ用ガンマ補正では失われたであろう。ハイライトの細部は残される。パナビジョンには多数の競合機がある。それらはよく似ていてすでに幅広く使用されている。ありがとうございます。